皆さんこんにちは、星の子です。今日はリクエストにもあった我が家で浮かせている収納をまとめてね、紹介していきたいと思います。それでは早速スタート。じゃあまずはお風呂と脱衣所で浮いてるものをまずざっと紹介していきます。まず洗濯機をこうタワーのマグネット式収納ラックを2つ組み合わせてつけています。でここにこれはね100均のマグネットでつけてるんですけど、ウータンの靴とかを洗う用のブラシとか、洗濯機閉まらないように挟んでおくドアストッパーと靴用の洗剤かけてます。でここにも物が置けるんですけど、あえて置いてないです。でこの下、ここに体重計を置いてて、ここ本当は浴槽用のスリッパとかを置けるようになってるんですけど、前見直し動画でここにね持ってくる際にいつもポタポタ垂れるのが嫌ということで、今はお風呂に収納してるんですけど、これも浮いた収納ですね。こんな感じ。あとはこちらの洗面鏡の後ろ、前回100均のアイテムでいろいろ見直す動画で紹介してるんですけど、セリアのフィルムフックで歯ブラシをこう浮かせてたり、クリップで歯磨き粉を挟んで浮かせる収納していたり、新たにこちらが追加されたんですけど、ここには糸ようじが入ってます。これもセリアのケースです。でここで何でつけてるかっていうと、なんかこうゲルみたいな魔法のテープって去年すごく話題だったと思うんですけど、強力粘着テープで貼り付けてます。貼っても剥がせるし、洗ったらまた粘着力が回復するというテープです。使うときは片方にこうフィルムがついてるので、このフィルムを取って使います。伸びるテープなんですよね。伸ばして使った方がコスパはいいかもしれない。くっつけたいものにこれをつけてピタッと固定することができます。取るときはこんな感じで取れます。これもちゃんと剥がせます。全くね落ちないです。これも今回ねこれ使ってるとこも多いので、どんどん紹介していきます。そして次、今までは洗面台の床に大きいゴミ箱を置いてたんですけど、三面鏡裏のここに小さいねゴミ箱を置くようになりました。このゴミ箱に使うビニール袋を毎回どっか取り行くのがめんどくさいので、楽天のモノトーンさんで買ったこのゴミ袋用ケースに袋を入れたので、これをここに取り付けようと思ったので、これでくっつけていきたいと思います。でちゃんと閉まれば、お、問題ないですね。ここにゴミ箱が溜まってきたらすぐに変えられるので、同じ場所に固定して定位置を作っときました。はい、続いてはお風呂編です。まずここもね前紹介したんですけど、セリアのフィルムリング、これね大活躍してます。お風呂用の洗剤も浮かして定位置を作ってたり、これもフィルムフック、セットで使うお風呂用のスポンジを浮かせています。これはマグネットで付くタイプの、これまたタワーの商品なんですけど、お風呂でねちょっと癒されたい時に使うキャンドルとか、あと入浴剤、これ使ってます。バースの大好きなやつ。マグネットで付かないタイプの壁だったらちょっと使えないんですけど、まあ、我が家はマグネットが全面ね付くので、こちらを使ってます。でこれのいいところは、ここに隙間が空いてるのでしっかり水切りもできるというところです。キャンドルとかもそのまま置いておくのが嫌なので、これで浮かしておいています。でこちらもなんか紹介したことがあるような、これもタワーの商品です。もうタワーばっかり。お風呂の蓋を浮かせておいておけるので、水切りもしっかりできるし、水垢が溜まるってこともなく、こちらはすごく買ってよかったなと思うアイテムです。これは浮かせる収納というのかわからないんですけど、お風呂用の椅子も必ずお風呂から出るときにここにかけて水切りをしてるんですけど、お風呂の椅子も引っ掛けておけるようなタイプの椅子を選ぶようにしてます。そしてこちら側、まあ、割とごちゃごちゃ見えるんですけど、こちらはタワーのバスルームマルチバスケットタワーというアイテムです。お子さんがいる方はお風呂のおもちゃ収納としても使えたりすると思うんですけど、我が家はこんな感じで炭酸シャンプーとかトリートメントとかクレンジングをここにひとまとめにしています。でフックとかも引っ掛けれるようになってて、ウータンのヘアゴムとか泡立てネットとか、ちょっとぶら下げたいものはセリアのフックでぶら下げてたり、こちら側にお風呂の床を磨く用の無印のブラシを引っ掛けてます。前まではねここに棚を作ってたんですけど、棚の上の掃除がめんどくさいなと思って、やっぱそこに水垢も溜まってしまうので、最近はこのようなラックにしました。しっかりこれね水切りもできるので、とってもおすすめです。しかも結構量が入ります。こんな感じで
で、この下にはこれはちょっと関係ないんですけど、フットグルーマーグランっていう足の角質とかを除去してくれたりとか、足の匂い血行を良くしてくれて、足をポカポカさせてくれたりとか、足の裏ツルツルになるのでめっちゃおすすめで、後ろ吸盤になってるのでひっつけてますで、ここには洋服の部分洗いとか、ウータンのプール用の水着を洗う時に使う大きめのコケ、これ置けるとこがなかったし、ちょっと重みもあるのでここに引っ掛けちゃってます。で、これもね、便利でマグネットでくっつけるタイプのオケです。顔洗う時に使うので小さめにしてます。で、こちら、これもタワーの商品です。マグネットソープホルダー、洗顔用の石鹸と、こちらがボディ用の石鹸をつけてます。このマグネットがギザギザになってて、石鹸にぐさっと刺さるようになってるんですよ。で、マグネットをつければこんな感じでつけておくことができます。これもね、マグネットでつくタイプの壁しか向いてないんですけど、おすすめで、本当はシャンプーリンスとかのボトルも浮かせたいんですよね。なんですけど、ちょっと今まだできてなくて、これを使って春ボトルホルダーっていうものに変えて、後日浮かせる収納にしたいと思います。で、こちらも前紹介したんですけど、かかとをね、削るやつ、これもセリアのフィルムリングにかけてます。直置きするとやっぱここの掃除が大変なので、この辺も全部浮かせたいですね。ちょっとこのお風呂用のスリッパはここにセリアのフックにかけてます。まあ、お風呂はこんな感じです。次はトイレ。トイレは消臭スプレーを、こちらも魔法の粘着テープでつけてます。で、このトイレブラシも、トイレブラシ用のケース、タワーのものなんですけど、これも魔法のテープをつけて浮かせて固定してます。今まで直置きだったんですけど、掃除機する際とか拭き掃除する際に毎回どかすのが面倒だったので、もう浮かせちゃいました。で、あんまりトイレブラシをしまい込んじゃうのもあまり好きじゃなくて、通気性のこととかも考えて、もう出しっぱなしにしています。このスクラビングバブルのトイレブラシ使ってるんですけど、これ使ってる方、このタワーで専用のケースが売られてるので、これおすすめです。ということで、続いてはリビング編ですね。まずテレビ裏にこれまたフックをつけて、テレビ周りで使うハンディモップをかけてます。これテレビ裏にあると楽で、デッキの上とかスピーカーの上、ホコリが気になった時にね、さっと拭き取れるようにここに常に置いています。あと、この後ろ、わー、ちょっとコードがやばいんですけど、一応ね、このコード、床にごちゃごちゃしないようにはしていて、このテレビスタンドはありがたいことに、ここにコードを見えないように収納できるようになっていて、まあ、これはじゅんくんが全部やってくれてるんですけど、コンセントとかもここに隠して、コードもあんまりぎゅうぎゅうになりすぎないように、こう裏にうまく収納してくれています。まあ、コードもなるべくやっぱ浮かせたいですよね。掃除機するときとか面倒なので。しかもコンセントとかにホコリが溜まると危険なので、本当になるべくこの辺はスッキリさせるようにしています。で、これも浮かせてます。掃除機が入る高さにしてます。で、これもやっぱクロスなので粘着テープとか貼るの勇気ないので、太めのマスキングテープを貼ってから、その上に先ほどの透明の魔法のテープを貼って固定してます。で、全く落ちないので、本当このテープすごいですよね。延長コードつけてるんですよ。ここで撮影する際の照明のコンセントをこれに挿したりとか、このコードを引っ張ってきて、カーペットの上とかソファーの上でも使えるようにしたいということで、これをね、常に出しっぱなしにしていたんですけど、これを一旦テレビボードのこの辺に固定したいと思います。ちょっと斜めってるかもしれないけど、こんな感じで固定します。で、使いたい時このまま使ってもいいし、カーペットの位置まで伸ばしたい時はこれを取って使えるかなと思うので、一旦ここに固定して使いたいと思います。あとはこのテーブルの後ろにティッシュを固定してます。これはこんな感じでマジックテープで付くようにしてます。このケースはニトリで買って、で、このマジックテープをアマゾンで買ったんですけど、まあ、マジックテープを付けて、あとはこの後ろにペタって付けるだけです。マジックテープなので全然落ちてこないです。これも一つのアイディアです。まあ、こういう本棚とかを買う時もやっぱり重視するのは、動かせるキャスター付きのものとかだと、掃除したい時にさっとどかせたりとか、浮いているものだとクイックルワイパーも入りますし、やっぱそういうところでいかに掃除しやすいかっていうところを考えて、こういう家具選びをしてます。
なのでこれも浮いてないですけど、キャスター付きのトレイをこう観葉植物の下に置いて動かせるようにしてます。ちょっと埃溜まっちゃって。はい。そしてダイニング、ダイニングテーブルでパソコンとか iPad をいじることが多いので、ダイニングテーブルの横にこの配線はねマストなんですけど、ただやっぱこうごちゃごちゃしちゃうので、これをどうにかしようどうにかしようと思って結局やってなくて、100均で買ったこのコードボックスも結局使えず、なのでもうコードボックスは使わずにここにテープをつけてピタッと貼り付けて解決しちゃおうと思います。さっき使ったこれはちょっと太めなんですけど、これだとこのコードの細さに合わないので、もうワンサイズ細いものも買ったのでこちらをつけます。結構強力なので、全面にやるっていうよりかは3点止めにしてみます。よいしょ、あー取れない、よいしょ。このコードの部分をあちらにします。あとはここで必要な充電器類を挿していきます。そしてこのブラーンとなった充電器類の先は下にこうならないように、ここにも魔法のテープをつけて固定してます。これ本当便利です。続いてはキッチンなんですけど、まあ、キッチンで浮いてるものはこの辺ですね。これも前の動画で紹介したやつ。本当このフィルムリングが活躍してます。やっぱりこういうお掃除系のスプレーはこの辺にポイと置きがちなので、しまい込むのも嫌なので我が家は引っ掛けスタイルにしました。でこちらにもダイニングで使うアルコールをかけてます。まああとはかけれるものはかけようということで、 IKEA の水切りシリコンとかシリコンブラシとかも全部かけてます。あとこれもフィルムフックにクリップをつけて引っ掛けてます。これはエコラップです。これ蜜蝋でできたもので、これめっちゃおすすめです。何度も洗って使えるラップ。あとこちらも浮いてます。100均のクリアケースによく使う密閉のクリップを入れてます。この冷蔵庫横の棚のこちらにつけてます。これも魔法のテープでくっついています。はい、ということで浮かせていることでいろんなメリットがあって、まあ、一番は浮いてることで掃除機がしやすかったり拭き掃除がしやすかったり、物をどかして掃除するっていう手間がなくなったりとか、まあ、水回りだと直置きしてないのでそこに水垢が溜まりにくかったり、カビも生えにくいし通気性もあるし掃除もしやすいとかね、いろんなメリットがあるので、まず掃除が億劫だな面倒だなって思ってる方はぜひ浮かせる収納にこだわったりとか物の見直しをするといいと思います。やっぱりこう掃除が面倒になるってことは、やっぱりどかす手間があったりとか掃除がしにくいっていうことが一番あると思うので、そういうところから見直すのもおすすめです。今日紹介した中ですごく活躍したなっていうアイテムをまとめると、タワーの商品、そして魔法のテープ、まあ、魔法のテープはねなんか楽天アマゾンとかでも売ってるし、粘着力はちょっと若干落ちるかもしれないんですけど、ダイソーとかセリアにも似たようなものが売ってるみたいです。あとはフィルムフック、フィルムリングが浮かせる収納にすごく使えるアイテムなので、ぜひ取り入れてみてください。ということで、この動画が少しでも良かったよ、参考になったよと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。